マルゼンスキー、はーい。マルゼンスキー、はーい。マルゼンスキーよ。はーい。マルゼンスキーよ。注目の2番人気いくわよ。晴れ渡る空の下行われる中山レース場芝1200レジェンドレース、16人の馬娘たちが挑みます。注目のマルゼンスキー、十分に勝利を狙えますよ。スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負って、カレンちゃんゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタート、各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはマルゼンスキー、西明もカレンちゃん、期待通りの結果を出せるか。1番人気カレンちゃん、さあ花に立ったのはマルゼンスキー、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは12番、7番並んできた、そしてその外を回って11番、5番手には石あけぼの、さらにはカレンちゃん、5番続いている、その内並んで1番、外から外から尾行ペガサス、内で6番、それを見るように4番、13番追走、少し後ろから2番、第4コーナーを進んで直線へ。さあかっ飛ばすわよ。内から来るか外から来るか、最後の局面です。まだ1橋以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。中山の直線が短いと後ろの子たちは間に合うか。互いに足を決めている展開、果たして抜け出すのは誰だ。マルゼンスキー引き離す、200を通過、追いすがるカレンちゃん、マルゼンスキーリードは2馬身、マルゼンスキー足色は衰えない、食い下がるカレンちゃん、マルゼンスキー今ゴールイン、勝ったのはマルゼンスキー、2着にはカレンちゃん、3着に入ったのはビコーペガサス。